精度ほぼ100%の抗体検査キットを開発、ロシュ。スイスの製薬メーカーであるロシュが、精度がほぼ100%の COVID-19 の抗体検査キットを開発し、アメリカの食品医薬品局から緊急使用許可を取得したと発表しました。ただこの抗体検査キット、COVID-19 に 感染した後ですね、体内に抗体ができるまで2週間程度かかりますので、抗体検査キットを使っても2週間前に COVID-19 に感染していたかどうかが判定できるだけでございます。ただこういった抗体検査キットがあれば、PCR 検査を行わなくても、血液検査で 簡単にですね、どれだけの方が COVID-19 に感染していたかが調査できるようになりますので、現状、抗体検査キットの精度が低いという問題があり、このような調査も正確に行えていない状況でございますので、ロシュにはこの抗体検査キット、大量生産していただき、 世界中において COVID-19 がどの程度感染が広まっているのか調査ができるように世界各国に提供していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。